オリンピアですか。歴史が正常ならば多分今2020年だし。待て、俺は星5だぞ。クフリはちょっと増えすぎ。クフリが死んだ。この人たち関とばは関係ないから、関係ないから。どけるなよ。ネロさん、こんな方法で優劣をつけなければならないなんて、カルテオはなんて残酷なんだ。いや、この局面乗り越えなければ人類の未来はない。その通りです。先輩、もっとしっかり考えるべきです。そもそもこんなことになっているのは、先輩が全てのリソースをその馬に。今なんつった。何も関とわの人参は何よりも優先されるだろうが。ですよね。この馬大好き娘、こんなカルテはもうやってられません。しょうがないな。皆さんお疲れ様です。助かったよ。3時間半後もよろしく。